国4県4都市巡り、前回高知市に着いたわけですが、何やら人口31万人台の高知市、なんか中心部にぎやかそうなんですよね。今回は高知市の街ブラ続きをやっていきましょう。で、毎度がおなじみ述べてますけど、一応今回は四国は完全に初めての土地でして、行ったのもあくまでも友達と四国旅行を楽しむそのついでに撮影をしといたものに過ぎません。行く前に下調べも一切できなかったので大した解説もありません。その点を踏まえてご視聴の方お願いします。野生の鶏を発見。え、待って、鶏脱走してるやん。明らかにちょっと脱走してるんだけど、これはどうしたらいいんだろう。神社の人に聞いたら、この辺の風物詩と思ってくださいと言って大丈夫みたいです、道路に逃げても。ということで高知では、高知大神宮だったっけという神社付近で放し飼いの鶏が見れます。ということで目の前に見えるのが現存12天守が一つ高知城でございます。市街地はこの辺でもまあまあ発展しておりまして、この辺はですね、市役所とか県庁とかがある、裁判所とかもある観光庁のエリアでもありますね。高知城の上まで登ってきました。あの辺かな、ちょっとどの辺かが正確には分かんないけど、あの辺にですね JR の高知駅がありまして、こちら側にですね高知市の中心市街地、針間屋橋とか帯屋町商店街とか、そういったですね高知市の中心市街地があります。で、この辺が観光庁エリアかな、役所があって、でビルとかがもうちょっとあの辺あたりまで続いていくといった感じ。これがですね高知市の中心市街地、ちょっと高いところから眺めるとこういう感じになります。こうやって見ると高知市やっぱり土地の制約結構ありそうですよね。周囲山で囲まれてて、海が近いんだけどでも基本的に山に囲まれている町、だから町が結構コンパクトにまとまっていて、中心市街地とかも結構にぎわっているっていう、割とよくある土地の制約がある町と同じタイプの町なんじゃないかなと思っています。目の前の通り見えますかね。多分この通りだと思いますね。高知市では日曜日になりますと日曜市っていう、青空市が開催されます。で、この高知市の日曜市青空市はですね全国でも最大規模の青空市となっています。今日は火曜日なんでね見れないんですけど、でも火曜日もねまたどっか別の場所で市場やってるみたいで、でももう昼過ぎちゃってるんでやってないかもしれないけど、あの辺かな、もうちょっとあっちの方にでやってるみたいです。これから高知市の商店街の方を歩いていきます。この通りが日曜市を開催する通りですね。多分何か高知城行った後ですね、広め市場の方やってまいりました。広め市場はですね高知市の観光スポットの一つです。中はフードコートみたいな感じになってまして、僕はそこでカツオのたたきをいただきました。で、食べて商店街の方出てきました。こちらが東西を走る路面電車通りの少し北側を並走して走る帯屋町商店街ですね。高知市の繁華街の中核といいますか、中心をなす商店街になります。時間帯によってね通行人の量に波はあるんでしょうけど、でも平日の真っ昼間にしてはそれなりに通行人いるなって思ったんで、やっぱりね商店街がにぎわってる街を見ると、中心部がちゃんと中心部として機能してるんだなっていう風に思いまして、やっぱりそういうにぎやかな街を歩くと楽しいなって感じます。あれですね、やっぱ高知の商店街、この帯屋町って結構横長ですね。一本横に東西に一本走ってるだけっていうのもあると思うんですけど、それゆえなのかもしれないですけど、でも結構長いですね。帯屋町自体結構東西に広がる、東西に長いエリアなので、にしても本当に今日重くそ平日ですけど、平日にしては賑わってるなと思います。で、この帯屋町の北側か商店街の北側とかの方行くと、
歓楽街が広がってる、そういう感じなのかな。で進行方向右手側にですね、この高知市唯一の百貨店、大丸百貨店があります。あ、であのアーケード抜けるあたりでこの帯屋町商店街、あ、ここはもう帯屋町じゃないか、一番街か、まあ、あそこでアーケード抜けますと駅前の目抜き通りになります。なんかさっきのですね一番街、まあ、その先の帯屋町商店街の一本南側にでもですね商店街、アーケードの商店街がありましたわ。あ、こっちはあれか、大丸の前で終わるんですね。なんでちょっと短いアーケード商店街でした、まあ、なんでメインはやっぱり一番街、そしてその先の帯屋町商店街が高知市メインの繁華街、そして商店街なんかなと思います。現在地がこちら、アイスクリームを食べて続いてよさこい情報交流館、なんか入るの無料らしいです。でも撮影可能なのここくらいでした。ということで現在時刻16時、まあ、チェックインの時間になったんでチェックインしていきます。603、おうおう、あ、広いやん、結構広くない？でこれが窓からの景色です。あの高知駅方向ですね。この日はこの後ですね高知駅の方に行ってみて夕飯を食べて、そして夜の高知市中心部をちょっとブラブラしてみて2日目終了、こういった流れになります。現在時刻16時40分です、まあ、徳島の時と同じくですねこれから駅の方、高知駅の方向かっていきたいと思います。ということで、7時間ぶりくらいかなに戻ってきました。左手側に高知駅です。ちなみにこちらがですね高知駅の北側になります。まあ街の裏側ですね。で駅周辺がこんな感じとなっています。まあ、高知駅の北側は普通に駅前から住宅街が広がっている感じになります。なんか高知駅ね、 JR の二条駅をなんとなく彷彿とさせます。まあ、駅のお店とかはですねもうこれ上がもうホームになってるんで、まあ、コンビニとパン屋と、あと奥側にですね、まあ、ちょっとしたお土産屋さんがあるくらいでした。これからですね夕飯を食べに行きます。高知県の須崎市というところではですね鍋焼きラーメンというものがですね名物らしくて、でそのお店がどうやら高知駅の北側にもあるようなので、まあ、あの中心部の方にもいっぱいお店あるんですけど、まあ、今回は高知駅北側のお店に向かっていきます。こちらが夜の JR 高知駅前になります。まあ、あの南側ですね、まあ、正面側といいますかそちら側になります。これから夜の高知市の中心部をちょっとブラブラっと散策して2日目、そしてこの動画は終わりたいと思います。じゃあ夜の高知市どういう風に散策したのか、どういうルートで散策したのかと言われますと、実はルート全然覚えてないんですよね。なんか適当にねブラブラ歩いてました。一応マップで示すとこの緑色でぐるっと囲ってるところあると思うんですけど、この範囲ですね、この範囲をなんか適当に歩いてましたんで、その範囲の映像だと思ってください。高知市ですね、歓楽街側はどうだろう、そこまで賑わってるっていう印象はなかったかもんですね。はい、まあ平日のど真ん中なんでね、火曜日とかでまだ全然平日真ん中すら行ってない、そういう状況なんで、まあそういうのもあるんでしょうけど、まあ、そこまで人通りは多くなかった、まあ、そこまで賑わってるなーっていう印象はなかったんですけど、一方で商店街側はね、まあ、手前側は一番街とかだったかな、まあ、そっち側はあんまり人通りなかったんですけど、奥側はちょっと見てもらったら分かりますかね。そっちの方行きますと、まあ、こっちの方に来ると意外に人通りがいるんですよね。まあ、おそらくですね、まあ、東西の歩道としてこの商店街が機能しているっていう部分もありますけど、まあ、だとしてもやっぱり高知の商店街って結構にぎわってんだなって思っちゃいますね。でこっちが商店街の北側ですね。歓楽街とか飲み屋街とかその辺のエリアになってくると思うんですけど、やっぱりこっち側は少し静かな印象を持ちましたね。でこちらなんか高知55番街
ていう、なんかいい感じの路地裏といいますか、そういうところを見つけたんで、ちょっと歩いてみたくて歩いてみました。Thank you.